こんにちは、ククリプティックです。2018年1月26日コインチェックがハックされて584億円相当のネムが盗まれました、えー、それではまず市場はどう反応したかっていうのを見てみましょうこちらは仮想通貨市場全体ですねこっちでこここの時点でネムのハックが発覚しましたそしてまあ最初ちょっと10%ほど落ちましたねでその後まあ少しまた上げて 全体としては今のところその直前からは2 3、3%落ちたかなという感じで推移しています。まあ、この後、どうこれが大きくのかは分かりませんけど、まあ、今のところはま思ったほどの,あの影響は出ていないかなという感じはしますね。そして、これは主な仮想通貨のその時の動きですね。えー、この時点、これがネムですね。この黄色がネムがここからなぜかこの直前に結構ポンと上がってるんですよね。 これはどうしたわけなんでしょうかわかんないですけど、これがボンとここに落ちてますね。ここが、コイン引きつられて、他の通貨もみんなある程度落ちてますね。ビットコインもやっぱり10%近く落ちて、またあの少し戻している状態ということで、全体はまあ2 3、3%ぐらい落ちたかなという感じです。そして、えー、これを受けてですね、日本の、これはビットコイン価格ですね。韓国、日本、ヨーロッパ、欧米、 を比べた、えー、ビットコイン価格です韓国が一番上、オレンジですね。圧倒的にプレミアについて高いです。そして、これいつもは日本がその次に来て欧米が来るんですけど、ここで逆転して日本が青で一番下にありますね。えー、今回の、まあ、騒動でやはり日本で価格が下落していると。それはビットコインにも影響が及んでいるということですね。はい、そして、まあ、今回こういうことが起きたので、 えー、これを教訓にして、まあ、次にもちろんつなげていかなくちゃいけないわけですけどもちょっと広瀬さんの,あのツイードから引用しますと、えー、簡単に口座を開設できますというのはうい文句にする業者は避けた方がいい口座開設は厳重な方がいいむやみに多種類の仮想通貨を取り,うという取り扱うということは顧客財産の保全とトレードオフの関係を引き起こしやすいということですね、えー、確かにですねこのコインチェック コインチェックは、えー、日本でもほとんど唯一と言っていいほど海外でも口座開設ができるんですよね。僕も以前は財布に持ってましたけど財布は、えー、最初はできたんですけど去年のどっかの時点で海外居住しているともう取引ができなくなったんですね。そしてコインチェックはその後もできると。コインチェックは申し込んだらちゃんとあの海外までハガキを送ってきます。そして本人認証が可能だったんですね。さて えー、長江さん、長江一石さんがこれを受けて、もう1日後の17日、27日に早速、このどんな仮想通貨取引所が安全なのかを専門家複数に聞いてみたというブログを出しています。長江さん自身はそんなに仮想通貨に詳しいわけではないですけども、まあ、顔の広い方なので、えー、ちゃんとした専門家に聞いているということですね。安全な取引所の見分け方、社内で開発している取引所は安全。ここに、えー、コインチェックの 和田さんのツイートが引用されてますけど、本日コインチェックは各自の判断でリモートワークを OK にしてます。まあ、これはどういう職種の人がリモートワークを OK にしているのか、これだけでは分からないですけど、これつい先日ですね、1月22日の話です。銀行とかなら,らありえないです。指紋認証して、顔認証して、USB メモリも携帯さえも持ち込み不可なのが銀行の開発と。まあ、それだけ、 こういった金融機関の開発環境というのは厳しいチェックがあるということですね。で、えー、こちらに紹介されているのは2016年の情報セキュリティの調査報告、個人情報漏えい編ということで、これを見るとですね、不正アクセスは68件というか、こんだけのパーセンテージは15%ですね。そして管理ミス、誤、操作、紛失を置き忘れ、不正な情報を持ち出し、 この辺が一番大きなな要因なんですね。ですからそれだけまあエンジニアの管理社内の秘密情報の管理そういったものが大事になってくるわけですよね、まあ、今回のコインチェックのこの、えー、ハックは、まあ、内部からの何かの流出なのか単に外部からの不正なアクセスで行われたのかそこまではまだ分かってないです、えー、発表されてないと思いますけども、えー、このデータは取引所のデータではないですけどもこういった情報セキュリティに関してはこのような部分の方が 大きいといととうことですよねセアクセスよりもそれから、手動で目視で出庫処理しているか、これは、えー、ですね、まあ、コインチェックの場合には、今回、夜中の3時ぐらいにから何回かに分けてこの、この出勤が行われたようなんですけれども、これをコインチェックでは自動化してるいるんですね、自動化クローンでしている、まあ、これは利便性は高いですよね、いつでも引き出せる、そして土日でも引き出せる、平日まで待たなくていい。 まあ普通銀行の振り込みとかだと結局あの24時間はできないわけですよね。そしてえこれがですね、それを手動でしている日中の勤務時間内に手動で管理画面からしているというところもあるということですね。で、そういうところは出庫までに3日とかかかると。それからレバレッジの高くないところ、レバレッジが高ければですね、それだけ。 まあ、暴落した時の損失で損失を個人が負え,えなくて破産した場合にそれは取引所の負債になりますから取引所自体の、まあ、資金力体力がなければ非常に危ないということですよね GMO は25倍のレバレッジだったのを、まあ、今回の暴この昨年末からの暴落で5倍に限度にしていると DMM は5倍ビットフライヤーは15倍になっているということですねそれから扱うコインが少ないところ えー、コインチェックは圧倒的にアルトコイン多いですよねビットコイン含めて13種類扱ってました他はもちろん全然少ないですよね、えー、海外の大きな取引所でもコインチェックでは4つビットスタンプでは5つともう、まあ、ほとんど、まあ、そういったあの大きなコインしか扱っていないわけなんですさてでは海外の取引所ではどんなサービスがあるかというとこちらはコインベースですコインベースは、まあ、僕もドイツからはこう 本人確認をしてくれないので使ってはいないいので使い勝手はわからないんですけどコインベースにはこのボールト金庫ですねまあコールドウォレットで管理するというファンクションがあります。これはどういうことかというと自分が持っている仮想通貨を取引所が勝手にそれをそのうちのいくつかをコールドウォレットに入れるホットウォレットに移すということを指定するのではなく自分自身が任意にコールドウォレットに入れて このコインベース上のですね、コインベース上のコールドウォレット内に保存しておくということができるわけですね。そして、こういったサービスは、あのジェミナイ、ビンケルボス兄弟がやっているジェミナイ取引所でも行っていると。それから、まあ、これも自分は使ってないですけど、ザッポというコールドウォレットのサービスがありますね。ここに預ければ、コールドウォレットで保存してくれると。ただし、まあ、自分はこれは、 使う予定ももちろんないですハードウォレットで自分で管理しますのでこういったサービスは使いませんけれどもまあこういった方法があるということですねそれからこれは僕がいつも、まあ、ビットコインイーサリアムを買う時に使っているビットコイン .de ここの面白いのはですねうんとここは取引所なんですけど現金は入金できないんですねでフィアットカレンシー法定通貨は定型銀行であるこのフィドアバンクという銀行からにの口座 にお金を入れておきますこれはあの普通の銀行です、まあ。ネットバンクですけども、全く普通の銀行で、これは取引所ではありません。でこの銀行は実は世界で一番最初にリップルと提携したところでもあるんですね。ただその後、リップルとは全く何も進んでいないので、まあ、その話は立ち消えになっているんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと見たところでも今,今のところ何も進んでいる気配がないですね。でこのが銀行はですね、まあ、SNS 銀行でもあって、 コミュニティがあって、コミュニティ内で、えー、例えばいろんな人の質問に答えることによって、ポイントを上げて報酬を得たりとか、そういうこともできたりとかですね、それをカルマ、カルマのポイントを上げたりとか、あのー、カルマっていう言葉を使ってくるわけですね、まあ面白い銀行です。そして、この銀行に、この銀行は普通の銀行ですから、例えば電話料金の支払いとか、まあいろんな普通の振込にも使えるわけですよね。そして、これが連携していて、どうやってファンクションするかというと、 ここからエクスプレストレードというのに行くと自分がいくら例えばいくらそれをどのぐらいの時間あのこの売買に使うために予約するかっていうのを指定するんですね1時間4時間8時間とか、まあ、差し値を入れる場合にはその分これを長くしなくちゃいけないですよね、まあ、そしてこれで予約した上であの取引所に行くと で売売買ががでできるわけですすここにりり板,買い板がありますねでそうするとですねここで取引している人は相手も、まあ、ほとんどの人はこの緑のマークがある人ほとんどの人は同じフィドアバンクで口座を持っているわけなんですですからお金はここで売買をすればその一瞬のうちにフィドアバンク内で書き換えられてあの支払いも済みますし取引所としてはもちろん普通の取引所ですからビットコインの移動も瞬時に残高が書き換わるということになりますね ということでここは完全にあの現金フィアットと仮想通貨を分けているので、まあ、もし取引所に何かあっても、ね、自分の現金資産までには被害は及ばないということですね、まあ、今回の場合コインチェックがもし破綻すればですねあのネム以外の資産についてもえ失われるという可能性はあるわけなんですよねそれからここの面白いのはバグバンティーをまあ公にやっているということですね バグはバウンティーっていうのは何かっていうと、このバグ取り、えー、これをね、ハッカーが、えー、プログラムのバグを見つけてくれたら報酬を出しますよっていうものなんですね。これは Apple でも Google でもやっています、えー。そしてそれをですね、ここはね、メニューの中に、こういうふうに下の方ですけど、ゴキブリマークがあって、メニューの中にあの入れてるんですね。他の取引所ではこれをこういうふうにメニューに入れてるところはあの目にしてないですけど、こうやって、あのー ハッカーの人に協力しててもらっているととうことですねでこのバグバウンティーっていうのは、えー、仮想通貨では、まあ、常に日々毎秒毎秒行われていることになるんですね。というのはもしその仮想通貨のブロックチェーンなりの何かシステムを、えー、ハックすることができればそこで仮想通貨を盗むことができればそれはあれですよねそこに希弱性ということですからあので仮想通貨っていう価値がある。 そういうことに常にさらされてるってことは常にテストされてるってことなんですよね。それをビットコインの場合は9年間続いているけれども、ブロックチェーン自体は堅牢であると。一度も破られたことがないということですよね。さて、えーまあ、しかしそもそもですね、この取引所っていうのが中央集権なので、この仮想通貨の理念とは全く合わないんですよね。えー、ということで、まあ、今後、非中央集権的な取引所っていうのがもちろん、 主流になななってくるんじゃいいかなとは思いますまだ自分は使ったことはないですけど、例えばここに出てるのは Wave とか、それからオープンレジャーそれからクリプトブリッジといった、こういった、えー、DEX と言われてますね。デセントライ r デックス e ン e 非中央集権の取引所が出てくるし、えー、そうなってくると、えー、既存の取引所はそのままの形ではあのー、生き残れなくなってくるかもしれませんよね。 それからアトミックスワップがもうこれは実験は成功してますけれどもこれによって仮想通貨同士が自由に交換できるようになれば個人間でも仮想通貨の交換取引が可能になるということが起きてくるかもしれません、まあ、これはまだ実験段階で実用化されてないので、まあ、どちらにしても未来の話になりますけれども、えー、そういう意味ではまだまだ仮想通貨の技術はこれからであってまだこの産業初期の段階でだということですねこれでちょっと思い出した映像があったので ちょっとご紹介しますと、まあ、当時、90年代ですね、これはよくかなり拡散していた映像ですね。その当時、もうコンピューターっていうのはかなり不安定で、まあ、すぐフリーズしたんですよね。でもうワードで文章を書いてるそばからどんどんフリーズして書いた文章が消えてなくなってしまうと、そういうことがあのよくありました。だから、常にコントロール、ちょっと書いたらコントロールボタンと S を押してね、自分で保存するとかね、そういう癖になってました。 まあこんな感じで、そういうことをしないと簡単に、ね、あの失われてしまう。自分の書いた文章とか、そういった資産が失われてしまうということが起きていた。今はもうそれはそんなにひどくないですよね。そこまでコンピューターはフリーズしないし、Google Docs で書いていれば常にオンラインで保存されてますから、ほとんどリアルタイムで保存されているので、まあ、失うことはほとんどないと。まあ、そういうように誰でもが使えるものに、これから技術は進化していくでしょうね。 さてで、これが、えーまあ、世の中にどういう影響を与えるかということですけどね。ビットコイン元 CEO 逮捕、これはもちろんマウントボックスのあの後の話ですけども、まあ、マスコミはもうちょっと進化したかもしれませんけど一般の人の認識っていうのはまあこの時とそんなに変わってないんじゃないかと思いますね。で今後、ですね、まあ、これは一つのあくまで一つの僕が想定しているシナリオにすぎませんけども、仮想通貨に対する風当たりっていうのは2018年あのさらに厳しくなる可能性はあるでしょうね。 というのは2017年こんだけ爆上げしましたからかなり儲けた人がいるとで納税額も大きくなって脱税する人は絶対出てきますね、まあ、それが事件になり捕まる人も必ず出てきますそして、えー、脱税もですけど逆にです、ね、2017年も儲けたけどもその,後のあの暴落であの損失を出したりしてです、ね、税金が払えないまたはコインチェックに入れてたものが引き出せなくて納税ができないといった非常にいろんな問題が出てきますよね そうするとと、まあ、結局脱税の温床じゃないかとマネーロンダリングも起こるでしょうね。マネーロンンダリング脱税の,あの温床になっているというふうに世間からは思われて、まあ、それもある意味事実でもあると思うんですけどそういうふうなことは起きるでしょうねそして、えーまあ、先ほど広瀬さんのツイートを紹介しましたけどそこでは口座解説は厳重な方がいいとありましたけど、まあ、そもそもですね ビットコインというのは、その真逆なんですよね。ビットコインはのこの破壊性というのはすごいです。KYC、納与はカスタマー、本人認証なんて全然いらないですからね。ビットコインのウォレットに、えー、自分で勝手にどんどんアドレスを作ってですね、いくらでもそこから入金、出金ができるわけですから、そうなってくるとですね、まあ、それがもちろん脱税とかがいいわけではもちろんないですよ。だけど、そういうことができればですね、それはもうどんどん行われるようになるでしょうね。 何らかのサービスを行ってその報酬はビットコインで支払うとでそういった収入は申告されない、まあ、これはどんどん増えることになりますねもちろん、まあ、ビットコインの場合は今のところ秘匿性はそんなに高く,くないのである意味まあアドレスのねどっかの送金を追っていってそして現金の出入り口フィアットの出入り口を抑えればまあ完全犯罪をするってことは非常には実際には難しいと思うんですけど ただし、まあ、実際にはかなりわからないですよね。そして、一人一人の細かいことまでね、全部税務署が追っていくなんてこともできないでしょうから、そういった申告漏れというかね、脱税がどんどん増えていくと。そして、国は税金を取れない。そして、資金は簡単に国境を越えて外にも出ていってしまうと。まあ、今回のコインチェックもね、これ、584億円が、まあ、もし海外からのアクセスであれば、海外にこのお金は流出してしまうのかもしれない。まあ、 これもでも実際には使えないのかもしれませんけどね、今あのトラッキングしてますから、そう簡単にはあのこのネームを現金化して使うということは難しいのではないかと思いますけども。えー、ということですね、まあ、そういったことで世間から叩かれれば当然、まあ、あの今仮想通貨に入った人からも引いていく人も出てくるでしょうし、資金は引き上げられるという可能性もある。そういういことになればやはり、 仮想通貨の価格が下落すするってこともあり得ますよねただ、そういうリスクがあるからチャンスがあるっていうことですよね。で、これは今、この時点で仮想通貨市場に参入している、まだまだリスクが多い、それはもちろん大きなチャンスでもあると。それから、ここでですね、まあ、何ヶ月か、または1年とかね、価格はまた停滞するかもしれません。でも、それはね、逆に言えば、あのそんだけ、えー まあ資金を投入したりするねチャンスが長くなるとも言えるでしょうしまあその間に実際まだまだやっぱり、えー、使え実際に使えるというプロダクトはないわけですからそれを成熟させる上でもそういった期間が調整期間があってもいいんじゃないかなとも思いますねどちらにしてもあの仮想通貨が教えてくれるのは人生は自己責任ということだなと思うんですけど えー、結局、自分で全てを管理しなくちゃいけない、それは本当はでも人生っていうのはそうじゃないかなというふうには思いますけどね。さて、そしてですね、えー、広瀬さんがあこれを出してましたけど、リスクですね、リスクっていろんなリスクがある、信用リスク流、市場リスク、流動性リスク、リスク、これはよく株式投資なんかで言われるリスクですね、そしてさらに、まあ、仮想通貨に特有のリスクもあると。 まあ管理とかハードウォレットとかですねそういうこともあるということで、まあ、そういうものをリスクを理解してそしてそのリスクどういったシナリオがあるのかを想定してそれに対して自分がどうするのかそれを考えていく必要っていうのはありますよねそしてこのチャンネルでは今後もたびたびこのことについて触れていきたいと思いますけども、えー、近い将来、まあ、株価の大暴落経済危機が起こらないとは言えないですよね まあその時にどうなるのか仮想通貨はどうなるのか当然そういう経済危機が起きればですね、まあ、仕事がなくなったり借金を抱えたりした人が仮想通貨を持っていればそれを現金化して、えー、しますからあのかなり仮想通貨から資金は逃げていきますよねそれによってまあほとんどのコインは価値が下がるでしょうねその中でまあ通貨危機の後もし今度はあ通貨危機じゃない、えー、経済危機ですね経済危機の後に通貨危機というものが起き インフレが起きるようなことがあれば今度はゴールドや一部の仮想通貨価値を保存できるものがその時あればですねそういうところに今度資金が入って行動するという可能性はあるんじゃないかというふうに考えていますということでコインチェックのハックに絡んでお伝えしましたそれではまたチュース